バーサスクマ、どっちが好き？大論争。皆さんこんにちは、脇安住です。私のサードシングル、いつかの記憶が10月7日に発売決定いたしました。10月から放送のテレビアニメ、くまくまくまベアのオープニングテーマも決定しております。くまくま、はい、くまさんがいっぱい登場する作品ということで、私も今回くまになってみました。どうでしょうか、くまさん、ふわふわでどうですか、かわいいですかね。さて今回はくまにちなんでこんな企画を実施したいと思います。題して、くま VS くま VS くま、どっちが好き？大論争。ファーストシングル、セカンドシングルの時は楽曲で対決して、皆さんの意見を聞いていたんですけども、今回はクマ対決です。私が今から3種類のクマを描きます。それぞれ制限時間1分以内で、1回目はひらがなのクマ、はい、こちらからイメージするクマのイラストを描きます。そして2回目はカタカナのクマからイメージするイラストを描きます。3回目は漢字のクマからイメージするイラストを描いていきたいと思います。この3つのクマのうち、皆さんが一番好きな一等クマを決めてください。なんと一等になったクマは CD ジャケットのどこかに登場するそうなので、お楽しみにください。そして3種類もクマ描いたことはないんですけども、どうだろう、ちょっと難しそうなんですけども、とりあえずやっていきたいと思います。それでは最初にひらがなのクマから描いていきます。よーい、スタート。クマ、クマ、クマさん、難しいな。ひらがなから練習するクマか。あ、なんか意外と時間ないかもしれない。まあ、まあ、それっぽい感じがする。あ、可愛いじゃないかな。あと20秒。どうしようかな。お腹どうなってるんだ。ないな、ここに。はい、はい、はい。3、2、1。はい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 、はい、はい。オッケー、はい。はい。ひらがなのクマ、書けました。いきます。なんかやっぱひらがなっていうとゆるいイメージがありまして、なんかこう小学生がさささっと描いたような普通のくまちゃんをイメージしてこちら描きました。こちらがひらがなのくまでございます。では続きまして、カタカナのくまを描いていきますね。難しいね。では早速いきたいと思います。カタカナのクマ、用意スタート。さっきとの違いをつけるのがちょっと難しいんですけど、難しいな。どうしようかな。はい、あと5秒だ。はい、できました。はい、カタカナのクマさん、じゃん。ク
くまんまんまんまさん、なんかカタカナのクマってテディベア感がちょっとあるなって思ったので、よりお人形感を出してみました。いかがでしょうか。では最後に漢字のクマを書いていきます。これが一番難しそうなんですが、いきます。漢字のクマ、用意スタート。こんなにクマを何種類も今まで描いてきたことがないから難しいですね。もうなんだか、なんか全然可愛くないんですね。もう難しい。右足でくぐる。こうか。そうだね。気持ち悪いな、なんか。待って感じ難しいな。そして2頭クマ、3頭クマも今回のシングルの企画のどこかに登場するかもしれませんのでお楽しみに。私も皆さんの投票結果を待ちたいと思います。ではでは最後にお知らせです。私、脇やずみが歌うテレビアニメクマクマクマベアのオープニングテーマ、いつかの記憶は10月7日発売です。今回もなんと全4曲入り。どの曲も本当に素晴らしい曲にしていただいたので楽しみにしていてください。ではでは皆さんありがとうございました。脇やずみでした。バイバーイ。